して守備につくというのは8試合ぶりという中田です。2エンド2から打ってここはジャンピングスロー間に合いました。ここも守備がしっかりとバックアップ。宮本さん、これピッチャーとしてはこれ今のボールを、ね、アウトしてくれると、いや助かりますよね。やっぱり初回ですからね、はい、非常にこのピッチャーもこう慎重にこう投げてると思うんですね、はい。まあ、こういった守備の範囲の広さっていうのがこの吉川尚輝のいいところですからね。そうですか、はい、持ち味です。中田も、まあ、柔らかい体を目いっぱいこう伸ばすような形で、初球は痛烈な打球、ただこれによく反応しました野村です。まさにホットコーナーというようなところで強烈な打球がいきました。バッティングもあのホームランがありました。そしてこの守備落ち着いて一塁へというこのグラブさばきです。宮本さん、どうでしょう。いやもうホームラン打ってますからね、はい、ノリノリですね。ノリノリ、やはり選手はもうバッティングと守備というのはこの当たりはどうだ。取ったか、なるファインプレー。今日もちょっと難しそうに見えますが、宮本さん、はい、これはドライブかかってるんですよね、はい、よく追いつきましたね。もうセンターを守ってる時の丸もそうですが、このライトならではという打球もあるでしょうし、球際の強さってのはやっぱり相変わらずですね。いやそのあたりやっぱり丸選手いいとこですね。